はい、どうもこんにちは。今回はですね、僕の中学生時代の同級生が来てくれたんでですね、いろいろ話してもらいたいんですけども、はいはいはい、呼ばれた理由分かってますか？ちゃんと呼ばれた理由、分かってる。いや、それは動画出すんだからイメージアップしなきゃ。分かってる分かってる。もう十々イメトレしてきたよ、昨日3時間ぐらいやりすぎやりすぎ、怖いわ。なんかもうすでにそれ違うんですよね。その、まあ、やっぱりやってることはやってることなんで、うん、なんかその陰キャだと思われてるんですよ。ああ、はい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 、ちょっと陰キャでしょ。でも待って、待って、止めるぞ、カメラ違う、あのやってほしいのは、いや全然そうじゃなかったよっていう、はい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 、人もなんか本当にたくみさんって陰キャでしょって思われてるんで、はいはいはい、輝かしい時代の話をしてほしいなと思いまして。ああ、いいよいいよ、はい。どんな印象が残ってます？一番中学の時のじゃイメージは。中学の時のイメージは、うん、まあ結構ね、俺今日ここ来る前に考えたんだけど、うん、3つか4つがあった。で、やっぱ嬉しいね。なんかないって言われる。ダントツでかいのは、うん、カードゲームがマジで強かった。違うね。それは、イメージ詐欺にした。カードゲームはちょっとね、あの陽キャなイメージは逆だよ。こんな強いやつがいるんかと。カードゲームと、まあ、ついで言うと、まあ将棋もだな。まあ確かにね、中学生だからちょうど俺が将棋やってたもん、結構ハードに、うん、家の玉で2つそれなの、ね、2つそれ、うわ最悪だ。チョイス最悪だ。あとでもほら、後ろにまだ結構あの陽の部分控えてるから、あるある。じゃあ待って待って、3個目は、うん、あのね、すげえちっちゃいスペースでやる手品がうまかった。ああ、なるほどね。ただ公にはやってなかった。そうやってない。いきなりだから、要するに急に指が伸びたりとか、こうやってやって指つけて、そう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 、確かに。まあ一番ハマってたのがその頃かもしれない、うん。いや、その3つ目も陰キャじゃん。その友達にしか見せない手品の上手いやつは陰キャなのよ。人前に出て文化祭とかで華々しく鳩出すのは陽キャだけど、近くで指取るやつは陰キャなのよ。あ、嘘。じゃあ最後はまともよ。一応聞いておきます、うん、さすがに最後はあのなんか意外とこう見えて、うん、応援団とかメインでやってたのと、あー、なるほどね。あとね、いいね、中学ではないんだけど、うん、俺は高校生の時に、うん、なんかあの文化祭、はいはいはい、違う高校行っちゃったから、はい、文化祭を呼んでくれたんだよね。ああ、そう。その時に俺は なんで呼ばれたのか分かんなかったよね。行ってみたら、なんかこいつがマイケル・ジャクソンのダンスをやってそうね、そこそこ2、30人ぐらいの規模でドセンター張ってたもんね。ああ、そう、2、30人っていうのは100の数じゃない。100の数じゃない。もっと100はもっといる。逆はもっといた。150人ぐらいのキャパのとこやってるから。で、バク転かなんか全中学校やってたもんね。あ、そういうのだよ。あ、そっちか。だってバク中は全然ないだから俺俺がバク中とか言ってもどうせなんかあいつ回転の時の感染ボールで検索したぐらいのしか思ってないんだから大事なのね、そういうのが。ありがとう。まあ基本はじゃあ趣味は陰キャっぽいかもしんないけど、でかいなんかイベントとかでまあ表立つみたいのは割とだからやってたね。まあまあやっては下心満載で出たと思うけど。そんな下心よ。いや確かに、例えば中学の時の合唱コンクールで、うん、あの歌う練習するの嫌だったから指揮者やったよ。バリバリ指揮者やった。あのリズム感ないから、大迷惑。吹奏楽部のやつに、前に立ってもらって、一番前に、うん、新作やってもらって、俺がそれをコピーするっていうやつやってて、その目立っても苦じゃなかったからね、別に。あ、なるほどね。指揮者なんて目立つじゃん。確か目立つのよ、うん、その一番何もやってないのに、うん、中学の合唱コンクールの指揮者なんて一番何もやってないんだから別にあの技術があるわけないんだから、その場で調整したりいろんな楽器があるわけないんだからそれを真似したからでしょ、あなたが。確かに。あ、そういう今言われなかった、思い出せなかった。なるほどね。あー、嬉しい。もう一個あった、あったもう一個。何が？陽キャと陰キャのすげえ間みたいなやつがあった。なんかうちの学校さ、卓球部がめっちゃ強かった。あ、はい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 、そうで、なんか県だか関東だかのトップ3がうちの学校が出てるみたいなレベルで強かったんだけど、たくみは4位だったね。あ、その部内でね。そう、あ、よく覚えてるんですよ。そう、それを覚えてる。あ、そうそう、カットマンだっけ。あ、そうそう、カットマンって、まあ趣味で下がってやるタイプで。そう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 、だから実は最近ちょっとその趣味とかを出してんだよ。将棋もちょっと出してみたりとか、あ、やった、ね、卓球出すみたいな。でもあんまり最初にやると陰キャっぽいって言うつくから実はそのどっちも将棋もガチでやってたし、うん、卓球もガチでやってて、その、うん、ちょっとなんとなく卓球やってるじゃなくてマジでやってたじゃん。それこそ本当に、ね、県大会5位とかの団体でね、うん、そのレギュラーあった。
うん、確かに強かった。ちょっと狭間だそれマジで、うん、だから狭間なのよ。ごめん、じゃあもう4なのきゃいいんだろう。あんまじゃあいいやもう。じゃあ今日まあ、一番ほら印象がさ強いってことでさ、なんだろう、部活かな、なんかこれ覚えてる、この見えるかな。カードゲームが強いって言ってたやつのカード、ね、これいやまああのいやね、一番ハマってたの1種類しかないからね。そうデュエルマスターズね。そうデュエルマスターズだけをひたすらやってたんで、我々は痛くないから、我々は中学の時ですらちょっと浮いてたからね。いやちょっとじゃないし、まあ、言えなかったじゃん、ぜ表だって。俺らデュエマ毎週やってるぜっていうのは言えなかった。でこれちょっとこれ見てる人はほとんどわからないかもしれないんだけど、うん、まあ匠の、思い出のカード今日持ってきました、うん、これ開けてください。まあ見なくても分かる。あ、出たこれ。これ知ってるやついるって言った。いや、サイバーロードでしょ。お、そう覚えてる。サイバーロードのキリムダ、一見雑魚だと思っていたカードが、そう、まあコーライルっていうカードがあって、バトルゾーンに出た時に相手のクイーチャー行って山札の一番上に戻すっていう、すっごい地味だよね。当時のカードゲーム事情ってちょっと、まあ俺らがねちょっと今27ぐらいの年だから、うん、まだネットがね、ネットもない、自由に繋がれなかったし、うん、全然見えない。少なくとも強いデッキの構築なんてなかったの。いやそうよ、デッキレシピなんか見れたもんじゃなかった、ね、そう今だったらさもう全部見れるよ。うん、でも当時さマジで自分たちの工夫でしかできなかった。いやそうそうそう、じゃあ何のデッキだから、いや俺は本当にすげえ言うの恥ずかしいけど、うん、悪魔神バロルとか一番ダサいやつじゃん。それでしょ、漫画で使う、漫画で使うやつを。じゃあだから俺だけじゃないねんって、界隈は大体ほら漫画がもはや今のほら教科書だったから。いや分かるよ、間に置ける。いや分かるよ。いやそういう時代の時に一人山札の一番上に戻したやつがいたんですよ。それが俺だった。そうそう、いやそうなのよ。だからまあその頃から、まあ、その当時はね別に匠だって中学校の同級生だから全然頭いいキャラでもなかった、うん、いや本当にね、それもね話してほしかったけど、マジボンクだったね。もう何も勉強のイメージはないでしょ。いや一切ないし、周りなんてカード強いも知らないから、うん、手品するやつです。手品するちょっとそうなんだろうな、ユーモアをすごいご利用してきたかもしれないけど、結構なんか授業中とかで笑いが取りたかった、俺の笑い好き、笑いが取りたかった、うん、そうやってしか思われてなかった。いや本当に全然そんな印象なかったから、なんならもう言っていいのかないけど、高校俺の方が偏差値高かった。そう間違いないそのね、そもそももしかしてカードゲームやってなかったら俺このままスポーツで高校行ってたかもしれない。あ、本当にその空気だから。卓球でね。そう。卓球で呼んでくれてるとこあったからさ。あ、本当に。そう。で、そう、それいけるんだ。受験しなくていいんだ。ラッキーって、うん、もう受験、勉強興味なかったからさ。面倒くさかったもんね。そう、いろいろまあなんか、カードゲームが楽しかったから。うん、でも、やっぱ、周りにいる人たちが、カードゲームが好きな、まあ、その時の、まあ言ったら、陰キャラ、周りの陰キャラたちが、勉強ちょっと、俺より全然できたんだね。やってたんだよ、なんか。割と。あ、俺が割とやってた、周りの人たちは。勉強ね。そう。あ、でそこでちょっとそこで影響されて、なんか、ああ、なんかやった方がいいんだって。勉強。でももう遅いからさ。当時内心のせいでもあるし。そうね。成績が良くなかったから。大事だったね、内心。そう。成績良くなかったからさ。もうなんか、同じ高校には行けなくて、うん。で、部活の点数がめちゃくちゃ高いところだった。うん。部活の成績良かったから、うん。ほぼそれだけ入ったから。そっちで稼いでいったんだね。そう。勉強興味なかったね、将棋とか卓球やってて、うん。だからまあ、ようやくだね。それで高校入って、花開いた。ちょっと、まあ、なんか最初にテスト受けた、うん、高校入学の時学力テストみたいな、学力テストみたいなあって、その時にいきなり学年トップだったね。ええと思うの俺も、うん、自分がそこで初めて得意だって気づいたの、ちょっと勉強はね、うん、だからであれでしょ、次会う頃にはもう予備校で、おそう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 、予備校だった時はちなみにどうだった、どういう、まあ、たまたま会って、うん、まあ、久しぶりって、でもその時もまだ別に知らなかったんだね、こいつがなんか化け物だっていうの。ああ、そのイメージはただ単に、ああ、こいつも受験するんだって感じ。そう、はい、でただなんか若干有名だったんだよね、予備校の中で。なんかあいつ頭いいみたいな。それはね、正直あった。そうなんだよね。だから周りの人から見たら多分異質なんだよね、うん、要するに全く進学校じゃない、うん、なんだろう、もっとその予備校には当たり前だけど、もっともっと上がいる、ね、いるいっぱいいた、進学校なんていっぱいいたもん。でもなんか試験とかで成績とか出るときとかに、うん、なんかやけに名前があるみたいな、うんうん、で多分みんなどういうことっていうふうになんだこいつってなったの、あいつ何なのってなってた、確かにすごくずっと、うん、で俺もすごい受験で困ってた時に、うん、なんか匠に物理か数学かなんかの問題を聞きに行ったんだよ、うん、確か、うん、
うん、聞いたらマジで速攻で回答が返ってきて、うん、なんなら教え方がうまかったんだよね。もうそこで来てた、ちなみに、うん、あの教えるの得意だなって。なんだろうな、いろんな人にそういう聞かれる質問が、うん、そうさっき言った進学校の人とかだったりとか、うん、あの勉強聞いてくれて、うん、周りからしたらなんであいつに聞くのみたいな、まあ、知らない人みたいな、うん、そしたらまああの勉強聞いてくれて、で説明するときに確かに今説明うまいなって思いながらでなんかまあ気づいて、まあ、そういう道に進んだんだよ、うん、大事だった経験としてはすごく、うんうんうん、だって普通に本当に予備校の先生申し訳ないけど聞きに行くより全然わかりやすかったもん、ね、いや嬉しいですね、うん、それはじゃあ片鱗が見えてたというか、まあまあそう気づかなかったけど、うん、ここまで化け物になるとは。いやいやということでまあありがとう、じゃあ今日は、はい、だから、はい、いい話がね前半いっぱいあったと思うんでね多分後半全部切れてると思うんですけど全部切れてる後半のがいい話だったいやまあ後半がまあなんかまあ陰キャではちょっと陰キャではうんそうということで、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、はい、あの山本さんの一番上に戻る茶番だな。ありがとうございます。いっぱい持ってきたよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。